2015年の4月28日、その日、飲食店従業員の池田麻里さんは知人に LINE を送りました。これから友達と橋に行く。福岡県久留米市に住む彼女は近隣の八女市の山中に架かる箕面大橋に向かっていました。しかし、その数時間後の深夜1時半頃には再び麻里さんからのメッセージが届きます。内容はシンプルで、しんどいよというもの。どうやら居心地のいい状況ではないようです。知人はマリさんのことを気遣い、あまり無理しないでと送信。しかし、そのメッセージには返信がありませんでした。悲しいことに、その後彼女がマリさんから返信をもらう機会は永遠に失われてしまいました。2015年4月29日、マリさんは橋の下の沢で遺体となって発見されたからです。この事案は果たして事件なのか、事故なのか、実はメッセージをやり取りしていた知人はマリさんと一緒にボーリングやネイルサロンに行く約束をしていました。自ら命を絶つほどに追い詰められていたのなら、とてもそんな約束はできないのではないでしょうか。同じく不審に思っていたのがマリさんの両親です。二人は何度も事件現場に足を運び、色とりどりの花を手向けました。これだけ花があればマリもほっとするはず、寂しい思いをさせたくないという親心です。6人兄弟の上から2番目の長女だったマリさんは、とても面倒見のいい姉であり、働き始めてからは毎月の仕送りを欠かさない親孝行な娘でした。心優しき彼女が、どうして今回の悲劇に見舞われなければならなかったのか。それは、とある生活の変化が原因でした。マリさんの生活の変化とは、2013年頃に作田夏希という女と飲食店で同僚になり、やがてマンションで同居を始めたことでした。彼女は2歳の長男を連れていたため、女2人に子供1人という珍しい構成での同居生活です。同居を始めた明確な理由はわかりませんが、おそらくは家賃の負担を減らすため、作田にとっては育児の負担を軽減できるからという考えがあったのかもしれません。ただ、その後、作田は仕事の中で知り合った男性と交際関係になり、彼も同居に加わることとなります。当時、マリさんはこの彼の同居をどのように考えていたのでしょうか。今思うと、これは作田の都合を押し付けられただけだったのかもしれません。彼女は子育てについて熱心ではなく、結果、マリさんや男性が中心となって託児所への送り迎えなどをするようになっていきます。もちろん、本来はマリさんがそこまでする義理はありません。知人には同居生活から出たいと漏らしていましたし、彼女の母親も見るに見かねて戻っておいでと声をかけていました。ですが、マリさんは弟や妹に対してもそうだったように優しすぎたと言えるでしょう。子供を放っておけないと語り、ギリギリまで同居生活を続ける決断をしたのです。ただ、2015年2月、限界を迎えたのはなぜか作田の方でした。彼女が突然、長男と死ぬと語り出したことから、沖縄にいる彼女の両親が久留米の警察に通報。児童相談所が子供を保護したため、マリさんも同居を続ける理由がなくなり、関係に終止符が打たれました。しかしながら、この同居解消が、作田の中に勘違いを生むこととなります。それは、恐ろしい思い込みとなり、どす黒い感情へと変わっていったのです。2016年6月20日、作田はマリさんの命を奪った疑いで逮捕されることになりました。事件発生から1年以上もの月日が経っている事実が、どれだけ困難な捜査が続いていたかを物語っています。マリさんが転落した事案については、直接証拠が何一つない状態でした。目撃者はおらず、争った形跡もありません。それでも警察の地道な捜査は、作田という有力な容疑者を浮かび上がらせたのです。もしマリさんが自ら橋から飛び降りたのならば、山の中にある現場までの移動手段が問題でした。近くには車などが残されていなかったためです。やがて関係者の証言や現場周辺の防犯カメラから、マリさんが作田の車に乗って移動していたことが判明。作田が運転する車で現場まで運ばれ、作田だけが一人で帰ったという状況証拠が揃いました。しかも彼女は警察や救急へ緊急通報をしておらず、マリさんの携帯電話を捨てていたのです。加えて見つかった遺体からは、睡眠薬など4種類の薬剤成分が検出されています。彼女はとても自力で橋の欄干を越え、飛び降りることのできる状態ではありませんでした。こうした裏付けがある中、警察が作田に事情聴取を行ったところ、彼女はこう語ります。あの女に全てを奪われた。
実は彼女はマリさんの事件の3週間前に同居していた男性に睡眠薬を飲ませ紐で首を絞めようとして失敗していました。きっかけは男性に別れ話を切り出されたためです。そして別れ話に至った原因が彼女の中で完成します。それこそマリさんが同居中に男性の心を奪ったというものでした。さらに2つの凶悪事件の容疑で逮捕された作田は誰も予想さえしなかった思わぬ主張を繰り出します。なんと彼女は自分の中にもう一人の人格が存在するという乖離性同一性障害であると主張したのです。乖離性同一性障害とはかつては多重人格障害と呼ばれていたもので、複数の人格が一人の中に現れる精神障害です。この主張で精神鑑定の必要性が生まれたこと、彼女が途中で弁護人を交代させたこと、さらには新型コロナウイルスの流行が始まったことなどから裁判の前に行われる公判前整理手続きは長期化しました。ようやく裁判が始まったのが2020年6月26日ですから、平均して10ヶ月で終わる手続きが4年もの歳月を必要としたことがわかります。裁判での作田の第一声は、乖離性同一性障害の交代人格の雪乃です、戸籍上は作田夏樹です、というものでした。精神鑑定で作田は乖離性同一性障害であるという診断が出ていたのは確かです。しかし同時に作田は無罪願望でわざと事故に有利な空想を作っているという指摘もなされていました。検察は次々に証拠を提出します。彼女は事件前後の記憶を失ったと周囲に語っていましたが、一方では取り調べでマリさんと現場に行ったことや睡眠薬などの薬剤を渡したことを認めています。他にも作田は LINE で架空の男性のアカウントを作成し、マリさんに薬を飲むようメッセージを送り、事件後にこれらを消去していました。しかも作田は事件以前から知人に対して自殺に見せかけると話していました。事件に関して明確な計画性を示す内容です。そもそもの話として、たとえ別の人格が事件を起こしたと認められても完全に無罪になることはありません。責任能力が一部ないことで減刑の可能性が生まれる程度です。その上、実際の乖離性同一性障害では記憶を共有していることも多く、彼女の言い分は都合の良さに溢れています。マリさんの父親の睡眠薬まで飲ませて未来を奪った、法の許す限り重い処罰を希望しますという願いは届くのか、直接証拠がない事件だけに判決には注目が集まりました。2020年7月15日、福岡地裁は作田に有罪判決を下しました。懲役25年の求刑に対し、懲役22年の実刑です。直接証拠こそないものの、計画的かつ強固な殺意に基づく無慈悲で冷酷な犯行として彼女の罪を認定しました。LINE の成りすましや記憶喪失の嘘の影響も大きく、犯人だと示すこれらの事実が偶然積み重なることは考えられないという結論が導かれたのです。乖離性同一性障害の事実もまた犯行への影響はほぼ認められないとして、判決を覆すには至りません。作田は引き続き無罪を主張し、福岡高裁に控訴。これが棄却されると上告に踏み切ったものの、2022年3月14日に最高裁判所が地裁判決を支持したことで、懲役22年の刑罰が確定しました。彼氏との同居を許し、子供の世話までしてくれていたマリさんの命を奪い、彼や子供の命まで危険にさらし、最終的には自分の中にいるもう一人の誰かに罪をなすりつけようとした作田。薬を盛られた上に60メートルもの高さから落とされたマリさんの無念と恐怖は22年の懺悔で償えるものでもありません。人の命を奪い、奪おうとしたために自分の未来さえも投げ落とした事実を悟ることから、作田の真の反省は始まるのでしょう。